皆さん、久しぶりです。久しぶりじゃねえじゃないか、という声が3人から聞こえてきたんですけど、そうなんですね。まあ一応動画はね、毎週、てか2日に1回こう出てるんですけど、あのまあ、取り溜めしたりしてるので、こう実際に撮影するのは久しぶりなので、一応さ、久しぶりって言ってみました。久しぶり。はい、ということでね、今盛り上がってますね。アメリカの中間選挙。もうね、俺はもう目を離せなくて、目が釘に付けなんですよ。見てください、こんな感じ。やばい、それはダメですよね。だけどもう気になってしょうがなくて、もう、 熱いバトル、まあ、とにかく、はあ、ウキウキハラハラポキポキハレハレルヤルヤハレルヤということでね中間選挙も盛り上がってますよもちろん今日は党をね応援してる僕ですけどいろんな州であの素晴らしい勝利を収めつつ恐ろしい <laughs> 民主党の人々があの、ね、当選したりしてはあ、とため息を69回ぐらいしつつエモーショナルジェットコースターというのでしょうか。 今日はと勝って、ああ、やったこの人、当選したーからの、えこいつが当選したのみたいな。もうこの並々すぎて、富士急ハイランドもう一回行こうと思ってます。その前行きましたけど。はい、ということでね、今日ね、なんだろう、それをちょっとね、こうみんなでペチャリたいと思って、あの、ここにやってきました。皆さんどうですかちゃんとフォローしてますうん今ね、 日付はね、11月10日と、あ、ナオミの誕生日です。俺の誕生、俺のいところの誕生日です。おめでとうございます。11月10日ということで、まだね、本当に、あの、開票しきれてなくて、俺が本当に大好きでサポートしてる、まあ、アリゾナ州のね、カリー・レイクっていう、あの女性の方もまだね、あの、70%くらいしか開票されてなくて、もうまさに本当に、そのせいで釘付けなんですよ。俺も結果にね。ということで、本当にドキドキ状態が続いてるんですけど、ずっと祈ってきました、この。 中間選挙のことはね、そして今も本当に祈ってて、まあいろんなね、過去にあったように、いろんな怪しいことが、まあ、起きてるんだろうけど、でもその中でも本当に神様がね、守って、この主を恐れるこう立候補者たちを本当に守って、本当に主の御心がなるようにっていうことを本当に祈ってきてます。はい。まあみんなも注目してる人がそれぞれいるんだろうけど、あの、まあもちろんね、今話題のフロリダのロン・デサンティス。 Oh my goodness. Florida is red. ね、フロリダはもうね、本当に赤くなりましたよ、正式に。もうね、嬉しすぎてしょうがありません。もう彼の大勝利はもう、あかっこよすぎるね、彼。あのもうここ数年ぐらい彼に注目してきて応援してきてるんですけど、彼のような本当に立派な、なんだろう、う政治家がいるっていうことにすごい、 なんだろう、勇気づけられるし、まあ彼がまた大勝利して、あの、勝利スピーチ、この前見たんですけども、それも本当にかっこよすぎて、もう晴れる絵が止まらないんですよね。まあちょっと、その、ロン・ディサンティスが勝利スピーチで言った最後の部分ね、その、今俺のチャンネルでよく話してる、その、ウォークアジェンダー、すごいリベラル的な、独的なアジェンダ思想、その、ウォークっていう、それに対して、 ロン・ディサンティスがどんなことを言ったかっていうのをちょっとね、この勝利スピーチで見てもらいたいと思います。少し短いから、ちょっと見てください、どうぞ。フリーダム is here to stay! Now, thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, we have rewritten the political map. Thank you. For honoring us with a win for the ages. We, we have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. This woke agenda is going to die in Florida. This woke agenda is not going in Florida. It's really cool. It's really cool right now. 一番必要な動きだと思うんですよねその俺らにこう忍び寄るそのリベラル的なそのウォークアジェンダーを俺らがそ,それに染,染められるんじゃなくて洗脳されるんじゃなくてそれをもうきっぱりもう断ち切っていくとかもう邪魔俺らそういうのはいらないからみたいなで本当にそういうのを引きつけないそういうのを本当に撤廃していくっていう 本当に彼の姿はね、かっこいいです,すごい励まされます。だから本当にね、ロンディサンですこれを見てたら、おめでとう。<laughs> 見てるわけね。マジで <laughs>。ちょっと YouTuber ぶってみました。<laughs> もう一人ね、俺がすごい、あの、注目してる。もう大好きの大好きの、好き好き大好き、好き焼き丼。うい、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 の人がですね、アリゾナ州のカリー・レイク。あ、さっき言ったえ、待って、さっき言ったよね。やっば。そう、カリー・レイクっていう人なんですね。Wow!Oh my goodness, guys. もうこの人のことはね、自己紹介したいんですよ。俺、カリレイクじゃないんですけど、彼女のことをもう推薦、推薦者なんですよ、俺はもう。彼女はね、もう、はあ、どこから始めればいいんでしょう。まずかっこいいですね。はい。二つ目に、ううん、もうコロナが始まって以来、ずっとこのメディアの嘘、メディアの俺らの,この恐怖の植え付けとか、とにかく メディアがどれだけ腐敗してるかっていうのをずっと言ってきた人なんですね。で、まあ彼女もいくつか素晴らしいかっこいい動画を作っていて、まあもう見た瞬間、わお、このパーソンはすごいなと思って、もうびっくりしてるんですけど、彼女勝ってほしいです。彼女が勝ったらもうどれだけ喜ばしいことか、くしゃみ出ます。<laughs> <laughs> カリレーク勝利宣言。<laughs> ちょっとね、あの、くしゃみと一緒に。 勝利宣言してみたんですけど、アメリカで見てくれてる人もたくさんいるし、いるだろうし、まあ、本当に本当に祈ってます。アメリカは本当に世界でも大きな大きな役割を果たしていて、ここ2年間、バイデンが大統領になって、もう本当にそのリーダーシップを失って、もう世界が崩れ始めて、まあ、もう本当に、まあ、残念ですよね。あの、トランプが4年間頑張ってきて、それをもうなんて言うんだろう。 あの、いい表現思いついた。やばい、すでに。砂浜でめっちゃでっかい山作れたらするでしょドランプがそうやっていろんないいことしてきて、アメリカにまたパワーを取り戻してってやってきたのを、もうバイデンが波ですよ。このウォークアジェンダー、もうリベラル的なアホみたいな波で、もう全部ブシャーみたいな。わー、表現力93点もらいましたでしょうかっていう状況になってるんで、本当にこういう中間選挙とかで、も本当に、 まあ少しでも、またいい方向にね、進んでいったらいいと思います。そして祈り続けたいと思います。あの、はい、この中間選挙、まあいろんな都市で、うーん、あの法案とかの投票とかもあるじゃん、イエス・ノーでやるやつ。それで、なんだろう、またね、中絶が、その、出産までならいつでも中絶が OK っていう州もこう増えたりして、カリフォルニアとか、どこだったっけ、ミシガン。 And... What that? While cameras were turned towards the winners and losers in the U.S. midterm elections, another battle was playing out at the ballot box the issue of abortion rights. And voters from across the country largely signaled their support. In the battleground state of Michigan, voters passed a constitutional amendment that enshrines the right to an abortion, with support from 55% of voters. California and Vermont, by wide margins, did the same. And voters in deeply conservative Kentucky rejected a measure for a near-total abortion ban, just as Kansas voters had done with a similar amendment in August. The Kentucky vote has created a pathway for abortion access to be restored and services to resume at the state's two clinics. 武器としててるっていうか私は中絶を賛成ですっていうのを武器にして本当にもう狂った人たちをこう仲間にしてるそのいろんな、ね、人々が生活苦しめられてるガスとかの値段とかインフラとかじゃなくてもう本当にそこ中絶が全てみたいな私は中絶賛成ですよって言って本当にその世の中の若い人たち特にをこう集めてもう本当悪魔的ですよ赤ちゃんの大量虐殺を武器にしてるっていうね はあ、もうね、話したら止まりませんよ。もう悲しいです。まあ、しろね、見心がなるように祈りましょう。このね、今の世の中は、神様の許しなしでは、こう進めないし、信頼しましょう、委ねましょう、祈りましょう。ということで、本当にね、本当ふわーっとしたね、俺の、感じてることを話しましたけど、もしみんな具体的にね、もっと感じてることとかシェアしたいことがあれば、コメントしてください。LINE してください。はい。カ e リー y イク <laughs> She brilliant. 彼女は本当に俺が一番と言っていいぐらい応援してる人なので、はい、勝ってほしいですね。そして、うん、その報告を聞くのが楽しみです。はい、ということで、中間選挙、白身心がなりますように、みんな、祝福あれ。Good bless you, everyone. See you in the next video. Ciao, ciao!